感じで、うん、それこそワンクールとかで、はい、こうフジテレビがやる番組の中でやってましたね。そうです。で最初の女の子がもちろん1期生になるメンバーなんですけど、はい、でなんかこう番組の企画とかでバトルしていって、はい、勝った子だ、残った子だけが、はい、映画デビューとか、あーなんかそのデビューとか、じゃあサバイバル的な感じだったんですね。で話を聞いてたんで、はい、もうあのみんなライバルだと思えたので行ったんで、もうバチバチだったんですよ。のちの1期生のメンバー、1期生がなんかもう同い年の女の子が巨乳だし、なんか出ないじゃんグラビアだったらとか、なんかあのサッカーとかできる子とか、はい、あの和太鼓できる子とか、そういうなんかこう今も活躍する ルリカさんとかね、横浜ルリカさんとか、トンタイリカちゃんとか、はいはいはい、もう何かができるメンバーとかだったんで、ルリカちゃんなんかはずっとその前にさらにアイドルグループやってたって言ってたんで、そうなんですよ。なるほど、やばい、勝てないぞって、私にはベトナムしかないと思って、はい、ベトナムしか、確かにベトナムを推してた気がしますね。そうなんですよ、その時そんなに推してなかったんですよ、なんかでも唯一無二だもんね。そうそれしかない、どうしようと思って。でもすごいね、番組であの、はい、今をときめくバカリズムさんが司会で、メイン司会 で結構長くやられてましたし、最後までやられてたんで、増野さん結構深夜にね体張ってましたよ。なんかそれ言いそうとか言ってましたね。あ、やってましたね。あのしりとりして、なんかテーマがあるんですよ、はい、誰々が言いそうなセリフって言って、それ言っていくんですけど、増野さんの独断と偏見でそれに沿ってなかったら、はい、こうあの口に掃除カメラ付きの掃除機当てられるんで、すごい風が出るんですよ、口の中見られるし、唾出るしみたいな。もう年頃の女の子には地獄みたいな、一番きつい、そう、アイドルの、なんかアイドリングさんが変わりたよね、うん、そうですね、ちょっと逆に体張りすぎて あれだったのかなって気もするんですけど、アイドルなのかなみたいな、うん、逆に言えばその歌とかダンスがやっぱりそんなに得意なグループではなかったんで、もうむしろ僕はせめて頑張ろうみたいな、バラエティで頑張ろう、バラエティで頑張ろう、その時あまりいなかったんで、うん、今じゃなんかこうできるアイドルさんも多いんで、はい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 、その時はまたちょっとね早すぎたのかなって気もするんですよね。首をこうやってやらないと見れない。あのずっと横縦長の手を放送とか、あと一回ずっとメンバーさんが自己紹介するだけの、はい、あ、そう、その回って人数が多かった、自己紹介だけで終わっちゃうみたいな回、ロケット鉛筆ずっとやられて、いろいろやりましたね、相撲もやりましたし、あ、やってました、やってました、いや、もう本当に嫌でしたよ、すごい一番嫌でしたよ、相撲強かったんじゃない、いや、やらしいです、すごい いやいややってたもん、本当にあの頃は、あ、こんなことやらされるみたいな、でも本当できない、やらないとか禁止だったんですけど、やっぱ言っても年頃の女の子だったんで、ね、一番そういうのがね、ちょっと可愛く痛い時期じゃないですか、学校に行ったらみんな見てるんですよ、うん、はいはい、でその時やっぱちょっとこう気になってる男の子とかいても、やっぱそれ見られてるってすごい嫌じゃないですか、口の中見られた、そうか、昨日見たよ、昨日やってたなみたいな、終わった、私の女子人生終わった、青春が昨日やってたなって嫌だな、もうそれ見たみたいな、見ちゃった、終わったみたいな、ね、そうか、なかなかいいですね、ヘビーな思い出ですね、そうですね、でも結構今につながってるんで、いやいや、でも今となっちゃやってよかったなと思って、ね、菊池亜美さんなんかもね、アイドリング出身で、そうですよね、だからやっぱり結構そこでこう自分の強さっていうか底力がついたんじゃないですかね、アイドリングは多分精神面はすごい強いと思います、みんな鍛えられてると思うし、でまたお笑いに対してはストイックな増野さんがバカリズムさんが、ね、鍛えられました、めちゃめちゃ兄さんがね、兄さんね、結婚しちゃいましたね、最近おめでとう、ね、まさか結婚するんですね、バカリズムさんと、ね、すごいびっくりしました、元アイドルさんと、ね、しかもそうなんですよ、そこ行くんだ、そこなんってことは、じゃあアイドリングさんともありえたってことなんじゃないですか、いや、もう全然お前らと距離取るからなって、それはなかったですね、連絡先生誰も知らないんですよ、そう、壁があったいやでもなんかあの時代はなんかフジテレビさんが推してるから、はい、もう第2のおにゃんこぐらいに感じでやるのかなと思ってたんですよ、はい、すごかったです、ね、本当に一時の力の入れ方すごかったですよね、そうですね、一時なんですけどね、えらい目だ、大体じゃあ約5年ぐらいアイドリング活動をやられて、
その後はお芝居とかされてます。そうです。あの卒業しようと思ったんだけども、うんうん、あの事務所入った時はお芝居やりたいなんてこれっぽっちも思ってなくて、じゃあそれでさ入ってもう歌とダンスをやりたくって入ったんですけど、はい、あのその時のマネージャーさんにも視野を広げた方がいいって言われて、うん、じゃあちょっと舞台をやってみようって言って、はい、1ヶ月そのアイドリングのお仕事もお休みして、はい、本当にそれだけ集中しろって言われて、最初イヤイヤでやってたんですけど、うん、終わった後にやりきった感がすごく、あなるほど、こんな楽しいんだと思って、うん、でもやっぱり両立難しいこともあったんで、うん、ちょっとこれは卒業して本格的にちょっとアイドリングが面白いから、そうです、もう相撲を卒業しようと思ってあと掃除機を卒業しようみたいな、ね、いっぱいやってきたんで、ちょっともうここはねちょっと卒業してお芝居に専念したいな。なるほど、二十歳って聞く、いいところ で、でもやっぱり先ほどお話しあったようにね、ベトナム国籍ということで、ベトナム語も喋れるんですよね。なんかやっぱりそういった言葉を生かしたお芝居とかもあるんですか？あ、でも最近、うん、あのドラマとかに出演させていただいてるんですけど、はい、あのベトナム人役とか多いです。あ、そうですね。それに関しては多分日本で私しかいないと思います。こんにちは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 。じゃあちょっと後半は、そこそこの、ね、活動の伺いつつということで、はい、曲を流していただきたいと思います。はい。それでは本日の2曲目、スペココさんでスクリーン。